言ってそんなところでこれ誰かできる人はいるのかな。あ、ほらほらです。やっぱアブレット乗ってますね、これ。本当ですか。そうなんですよ。ああいう真似をしてますけど、ミスエッツ冷静な対応です。ありがとうございました。そうですね、まあ、でもあんまりこうね、うん、やっても、まあ、みんな大好きなんですけども、はい、あんまりね、いじるとちょっと気味が悪くなってきた。はい、もうちょっと VTR あるんですよ。あ、そうですか。すごい。それをね、うん、見たいな。そうですね、はい、はい、お願いします。2年前ぐらいのナビスコなんですか。ナビスコ決勝戦、はい、ジャンプ力でしたか。素晴らしいガッツポーズ。曽我選手、ね、どうですか今のいい VTR。 僕もちょっとグッときましたね。あ、そんなに睨まないでください。え、ガチですか。いい VTR、どうでしたか。いや、嬉しかったので喜んだ感じですね。という、簡単な答えが返ってきましたけど、はい、どうでしょうか、そちらは。その5人なんか固まってませんか、大丈夫ですか。どうゴールした王さんも知ってた、あんなにそこが喜んでくれたっていうの。いやー嬉しいですよね、すごく。なんか同じ。そんな僕らもここで言い過ぎたら後が怖いんで、まあいつものように好きだな。はい、大好きです。でね、試合中フォワードの得点を喜んでくれて、まあ、普段はね後ろからこう支えてくれて、まあ、そんなね、ソバードさんが皆さん大好きです。ありがとうございます。これにさ、はい、今ソバード選手若干微笑んでます。微笑みが、よかった、よかったね、今日出れてよかったね、これよかったっす、この企画、うん、最後微笑んでくれて気持ちが伝わった。なんか、すいません、最後お話しますね。すいません、マツ、なんか言いたいことあるあのじゃあ最後あの一言ずつあの曽我さんに対してサボからお願いします。そうですね、まあ僕はいつもクラブハウスで曽我さんに結構投げられたりするんですけど、すいません、はい、すいません、こちらいいですか。はい、あの今本山選手と柴崎選手が大迫選手の態度についてもう柴崎選手と本山選手大爆笑でした。その、いいのみたいな感じで、そう、よく投げられるんですけど、曽我さんによく投げられるんですけど、まあ、それは全部、光雄さんの振りであって、光雄さんが全て悪いんで、はい、全て僕たちが悪いわけじゃないんですよ。俺が発信じゃないんで。はい、そこだけは分かってほしいです。以上です。これは伝えたいです、本当に。遠藤選手は いつも本当シュートレートが付き合ってくれてありがとうございます。本当に感謝してます。大好きです。西選手、いつも いつもというかたまにいじらさせてもらって
でも実はすみません、そんなにいじられるの嫌いじゃないんじゃないか最近思います。大好きです。光ってます。声が戻った。で最後に正解する。でも俺の方が付き合い長いんだよ。ダメだよ。取り合いなの。俺の方が一番付き合い長いから。俺のおもちゃだから。いや昔から好きってことですよね。そうですね。一番よく分かり合ってると思います。分かり合ってると、はい、大好きです。これプロデューサー、はい、まあ、ソバス選手が今いじられてるんですけど、はい、同じポジション柄ちょっとパンオ選手、ソバス選手がすごくいじられてるんですけど、なんかこう仲間意識とかないんですか？なんか向こうすごいなんか一致団結してますけど、なんか助けるとかそういうなんかそういうのないですかね？いや、大変だなって思いながら、でも僕も同じぐらいにしようって。そうですね。すいません、そんな感じで、かなりゴールキーパーいじられてます。すいません。まあ、ということで、はい、はい、もうね、楽しんでまいりましたという、そうですね、いろいろなお話が聞けてよかったですけれども、はい、現場の七橋さん、はい、戻ってきていただけますか？もういいですか？はい、いや、戻っちゃいました。そんな嬉しそうに。ほっとします。ねえ、まあいろいろお話聞きましたけれども、はい、やっぱりここはそうですね、最後、まあ、みんなで、はい、ソバスさんに対してそうですね、立ちましょう。そうですね。そして、はい、恒例の、はい、どうも、すいませんでした。すいませんでした。ありがとうございました。以上、シカトークでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、違いますよ、シカトプロデューサーも小笠原選手もいてくださいね。平田選手の皆さん、ありがとうございます。